アローハー、ハワイのトリセツのピカケです。ここはマッカリーショッピングセンターです。今日はですね、今からちょっとスイーツを食べに行きます。1階なんですけれども、昔ここにスノーファクトリーって言ったかな、かき氷みたいなサクサクの冷たいスイーツが食べられたお店が変わって、今はこちらのクッキードー、ソフトサーブ、ソフトクリームのことですね、が食べられるお店に変わってます。名前はエディブル。とりあえず入店しちゃいましょう。メニューはこちら、ドリンク、なんかレモネードとかオーツミルクとか売ってますね。ドリンクの下にはドギーメニュー、ワンちゃんのクッキーなどもあります。そしてこちらに来るとクッキードースペシャル、いろいろありますが、こんな感じのものが頼めるんでしょうね。やっぱ写真を見るとイメージが湧きますね。でクッキーも売っています。そしてクッキーは実際のクッキーがショーケースの中にサンプルとして入ってます。私はモカが好きなので、モカとこの抹茶オレオもちょっと気になりました。そしてもう一つ気になったのは、この一番今出てきました紫のウベ好きなんですね。クッキーはですね、枚数によって、購入する枚数によってお値段が変わるみたいです。1,2 枚だと1枚5ドル、最高安くなるのは24枚以上だと1枚あたり3ドル95セントだそうです。いっぱい買うとお得なんですね。そしてこちらアイスみたいですよね。これはアイスではなくて、このお店はですね、クッキードークッキーを焼く前の生地が食べられるというお店なんです。クッキードーって食べちゃいけないと思うんですけれども、ここのお店ではきちんと加熱処理をして食べられるように、してあるそうです。エリブルというお店の名前なんですが、食べることができる、食べられます、食用という意味なんですね。でですね、何をどうやって注文していいかちょっと分かりづらいですよね。ここで買えるのはまず飲み物だけでも OK です。クッキーだけでも OK です。ソフトクリームだけでも大丈夫です。クッキードー、この今ね出てるのがこれクッキードー、ちなみにこの緑のクッキーモンスターが一番人気らしいです。アメリカっぽいですね。このクッキードーだけでも食べられますし、クッキードーサンデーという写真にあったやつですね、ソフトクリームにクッキードーが2つ、それとソフトクリームにクッキーが周りに乗っかっているクッキーサンデー、そしてそれぞれのサンデーにこのトッピング、上に乗せれるいろいろなフレークを選ぶことができます。そして私たちは今回そのサンデーを1つずつ、クッキードーサンデー、そしてクッキーサンデーを注文しました。お犬様のメニューもあります。お犬様用のクッキードーとドッグビスケット、ワンちゃんと一緒に来てスイーツも楽しむことができますね。ここのお店は店内で飲食ができないので、外にあるテーブルがね2つありました。そこで食べることは可能です。私たちが頼んだのはこの7ドル50、サムズアップマークのこの写真のものです。クッキードーサンデー、写真と同じものを1つずつ頼みました。出来上がりがこちらです。上のねちょっとフレークだけ種類を変えてみましたが、それ以外は写真と同じメニューです。このソフトクリームの上に乗ってるアイスのようなのがクッキードーです。私たちは写真と同じウベのクッキードーとクッキーモンスターを選びましたが、これは好きにチョイスできますし、このクッキーのサンデーの方のクッキーの種類もチョイスできます。
お値段ですが、クッキー堂サンデー向かって左側のものが$7.50、そしてクッキーサンデー右側ですね、こちらの方がちょっと高くて$10です。今ね、これまたシェアをしているわけですね。甘いの大好きなので楽しみです。クッキー堂を食べるのは私もアイナさんも今回初めてだったんですが、クッキー堂を食べた方、食べたことのある方っていらっしゃいますか？食べるという発想自体が私にはなかったので、ちょっと衝撃的といえば衝撃的でした。でですね、初めて食べたこのクッキー堂サンデーですがね、むちゃくちゃ甘かったです。ひっくり返るくらい甘かったです。このソフトクリームがね、もうなんとさっぱりしていたことか。このクッキー堂、鼻血出そうなぐらい甘いですよ。この左側のモカクッキー、これも甘かった。私たちだいたいね、いろいろなものじゃ食べるんですけれども、食べきれませんでした。私クッキー避けてますね、左側ね。このクッキーはね、持って帰りました。うちの甘いのが好きな旦那さん食べるだろうと思って持って帰りましたが、後日うちの旦那ちゃんもこれは甘いと言ってちょっと食べれませんでしたね。ですが私実はね、食べたんです。渋いお茶と一緒に美味しくいただきました。お茶と食べたら美味しかったです。アイナさんも持って帰ったけど食べたかな。アメリカの方はこれを普通に食べるのかな。私たちが撮影中、仕事中のちょっと恰幅のいいおじさんが大きなクッキーを1枚買ってその場でボリボリ食べてましたね。すごい、これ血糖値が上がります。甘いの大好きという方はぜひチャレンジしてみてください。視聴者さんの中でこのサンデー、同サンデー、クッキーサンデー食べた、完食したぜという方いたらぜひ教えてください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。それではまたね。お元気で。あーふいほー。